ラジオでカラオケ案件聞かせて、あなたの歌声。さあ、まあさっきはね、キリンさんのコーナーで、まあそもそもキリンさんのコーナーでカラオケやってて、毎週木曜日にこう4月からやらせてもらってて、はい、まあ本当キリンさんのおかげですけども、楽しいから一回どっかでカラオケ、みんな行けてないしカラオケやろうよって立ち上がったのが今日の企画。そうなんです。そうです。そして参加してくれた方にはですね、Amazon ギフト券3000円分をプレゼントということで、行ってみたいと思います。歌っていただくのは誰でしょうか。もしもし。もしもし、こんにちは。こんにちは、スカイロケットカンパニー、本部長のマンボヤシロです。秘書の浜崎美穂です。ラジオネーム教えてください。はい、雲の上の太陽です。太陽ちゃんって呼んでください。わかりました。いい、雲ちゃん。あのね、いやいや、ストレートに太陽ちゃんでいいじゃないですか。太陽ちゃん。はい。サンちゃんね。はい。マンボって英語で何ていうか知ってます？あ、知らないです。オーシャンサンフィッシュって言うんですよ。あ、ありがとうございます。これなんでかっつったら、オーシャン、海ですよね。サン、太陽、丸い魚、海の太陽みたいな魚で、オーシャンサンフィッシュっていうんで、太陽ちゃんの仲間ですね。よろしくお願いします。ということで、東京都にお住まい。はい。あれ、学生さん。はい、ま、今14歳です。あれ、え、中2中3どっち？中2です。中2はいいぞ。出ました。ありがとうございます。死後になりつつある中2はいいスクールオブロック時代にやっていたということですけども、うん、今は分散登校？あ、今まだ学校は始まっていなくて、オンライン授業を受けています。私立？はい、私立です。あ、なるほどね。まあ、私立公立でいろいろ差はあるかもしれませんけども、分散のところからそれからも全面的に始まっていくぞなんて、今日ニュースもね、いろいろ出ておりますけども、うん、どうですか、学問勉強の方は？はい、順調です。あ、順調。リモートでちゃんとやれてる？はい、でもたまに弟の泣き声がマイクの音に入ったりして、少し恥ずかしいです。弟はいくつなの？うん、あ、今まだ1歳で。あ、ちょっと離れてんだね。うん。弟、妹もいます。あ、妹いくつ？妹は5歳です。5歳、にぎやかな家庭だね。楽しい。はい、楽しいです。楽しそう。うん、いや、本当に友達に会えないのはどうですか？あ、すごい寂しいですね。そうだよね。はい。ね、中学2年生ってさ、僕らの時って本当に中学入ったぐらいにカラオケというものが、はい、ボックスっていうのが出始めたぐらいなのよ。あ、200円入れて1曲歌うみたいなやつだったんだけども、うん、どうなの、中学生ぐらいでももうカラオケとか行くの？はい、すごい友達と一緒に行きます。あ、昼間の安い時間とか狙って。はい。だ、それも全然いけてないんでしょ？はい、いけないですね。ストレス溜まるよね。はい。あとはどういう風に遊んでたりすんの、中学2年生だと、今だと、あの、コロナ関係なしに前の時だと。前の時はやっぱりディズニーランドに行ったり、遊園地とかに行くのがやっぱり多いですね。大阪のなんだっけ、 US？ あ、はい、USJ にも行きました。あ、もう行ってるの？はい。もうディズニーと USJ 好きよね、みんなね。最高です。最高。僕まだ USJ 行ったことないんだけど、いつか行きたいなと思ってんだけどさ。ぜひ行った方がいいです。おすすめ1個教えて。おすすめですか？うん、やっぱりスヌーピーに会えるのがすごい嬉しいです。なんで俺がスヌーピー好きなの知ってんだい、ベイベー。一緒ですね。一緒だね、本当に繋がってるね。、はい、今度オフ会しようね。心のお友達ですね。心の友達、本当にまるでスヌーピーの世界観、ありがとう。好きな人はいるの？好きな人ですか？男の子ってことですか？男の子で、うん、あ、男の子はいないですね。彼氏いないの？じゃあ、あ、いません。いらない感じ？あ、はい、今のところ。急にたどたどしいトークになったな。本当に急にね。うん、でもいらない派多いからね、最近ね。それはそれでいいと思うし、はい、その、うん、無理して作るもんじゃなくて、急にね、稲妻走る時が来ると思うんで、その時まで取っといてください。恋、はい、心は、はい、取っときます。さあ、いろんな歌をね、カラオケ行って歌うと思うけども、例えば友達も含めてどういう歌が多いの？やっぱりアイドルとかジャニーズが多いですね。ジャニーズだとどの辺？嵐とか、うん、やっぱりキング&プリンスとか、みんなすごい歌ってます。キンプリね。なるほど。で、女の人のアイドル系だとどういったのが多いの？TWICEとかが多いです。 TWICE ね。こう、なんつーの、こう、うん、なんつーの、この TTT です。 TTT、 涙のやつ。 TTT、 涙のポーズやるわけ。1個多い。え、1個多い。1個多いって何？ TT、 TTT ね。 TTT で、あれでしょ、 T シャツ着たおじさん2人がさ。じゃないです。そうない。
あれじゃないんかい。違いますよ。あ、そうですか、ということでね。さあ、おじさんトーク、ここら辺で終わらせていただいて、今日歌っていただくのは、アーティスト名は、はい、AKB48 さんです。出た、AKB からの、うん、恋するフォーチュンクッキーです。来たねー、恋もしてないのに。さあ、厳しい。いいじゃないですか。いいでしょ、歌ん中だけでは恋をあぐらしてくだ、ね、あぐれさせてくださいということで、うん、今環境はどういう状況ですか。環境ですか、うん、一人でいます。部屋の中に一人で。これは正直妹とか家族には聞かれたくない。はい、聞かれたくないです。さすが、よし、思春期ということでね。思春期です。ね、思春期、あのね、安心して、うん、さっきあの香川のね20代の男の人もね、家族に聞かれたくないって言ってたから、20代ね、そしてね40代の俺もやっぱ嫌だもん、うん、ということでね、思い切って歌っていただけたらなと思いますけども、はい、準備大丈夫でしょうか。任せてください。わ、任せて、心強い、元気いっぱい、いっちゃいましょう。太陽ちゃん頼むよ。はい、それではラジオネーム太陽ちゃんで歌っていただきましょう。歌っていただくのは AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味見ない。何度目かの失恋の準備。イエイイエイイエイ。周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。頑張れ頑張れ。イエイイエイイエイ。カフェテリア流れるミュージック、大事なとこよ。ぼんやり聞いていたら、いいよ、知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない今の気持ち。カモン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 ベイビー。占ってよ、恋するフォンチュークッキー。いいね。未来はそんな悪くないよ。へへいへい。月を呼ぶには笑顔を見せること。 Hey! ハートのフォーム中空気。運勢今日よりも良すぎよ。へへいへい。へへいへい。人生捨てたもんじゃないよね。あーと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。パーフェクト。ということで歌っていただいたのは新婦のお友達で雲の上です。違います。余興じゃない。結婚式の続きじゃない。結婚式の余興ですごい歌われるでしょこれ。歌われがちですけど。いやー、うん、僕もね本当におにぎり握りながら一緒に聞いてたよ本当に。元気出ましたか。元気出たよ。嬉しいです。ありがとう。歌ってみてどうだった太陽ちゃんは。すごい楽しくて、うん、歌いながら元気がもうもりもり出てきました。もりもり出たでしょ本当に。おじさんももりもり出たよ本当に。もうねもう雲の上の太陽ちゃん、太陽ちゃんがね、うん、もうなんだろう、あの衣装を着てる映像が出てきたもん。あのもう私の声を聞いたらもうコロナもビビると思うので。そうだね。あのコロナ吹っ飛んだと思います今。まあもう心強い。さすがもう強いね本当、うん、小山の知らずこの野郎本当に。いいよいいよということで、ありがとうね今日はね。はい、ありがとうございます。本当ね、またね。はい、最後にミルキー大好きです。ミルキーファンです。伝えておくね。ごめんね達人格で。ごめんね。ニューヨークで遊びたいです。伝えとく、はい、ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。